私たちは愛という名のもと親しみを込めてブラザーと呼び合っています。ヨーブラザー、白瀬ゴールドです。いつもご視聴ありがとうございます。レイドが、実装されるにあたっての注意点というお話を今日したいと思うんですけども、その前に、レイドって何かなっていうところで、お話ししたいと思います。まずタイトルアップデート3、昨日、火曜日ですね、実装されたんですけども、その2日後、木曜日の25時ですね、明日の25時に実装されることとなります。レイドが、こちらこのヘリポートのところでオペレーションダークアワーズっていう新しいレイドができるようになって、これが木曜日の25時、実装されたらここで、それ用のレイド用の部屋にこう行くこと、サーバーに行くことができて、そこでマッチングされると。マッチングされるって言ってもマッチング機能ってものがないようなんで、今回お話ししたいのは、例えば懸賞金でやってるようなこのマッチメイクで知らない人と勝手にメイクされて始まるっていう機能がないみたいなんですよね。だから事前に4人でパーティー行くんで、ここに入ってさらに別のサブグループの方と組んでいくみたいなことなんですけど、ちょっと詳しいことはまだ実装されてみないと分かんないんですけど、要するに8人じゃなくてもレイドスタートできちゃうんですよ。だから8人フルパで行きたいのであれば、事前にフレンドであったりクランであったりそこら辺の人たちと組んでからここに来なきゃいけないっていう、で8人ちゃんと口裏合わせてやっとかなきゃいけないっていうことがなるらしいんですね。8人集まるよって人はここで動画見なくてもいいんですけど、もしね集まんないだったり、一人で適当に行ってマッチメイキングする予定でしたって方は、もしかしたらねこのレイドミッションを2人とか3人とか4人とかそこら辺の人数で8人用のレイドミッションをやんなきゃいけない可能性がありましたね。8人用のレイドミッションでも4人でやったとしても難易度っていうのは変わらないようです。で解決策としては大型のコミュニティに所属するっていうのがありますね。クランっていうのはかそっちゃったりとかしてなんか機能しなくなっちゃったりするんで8人集まらなかったりするんですよ。50人集まってるところでも実際インしてるのは10人20人だったりして、その方々ね全員8人集めたところで溢れちゃう人もいるんで、結局効率的じゃないんで、大型のコミュニティに所属するっていうのが結構大事かもしれないですね。大型のコミュニティっていうのは結構今1個で、ディビジョンエージェントの集いっていうのがあるんです。ゆうちゃんこさんって方がオーナーして2700人ぐらいの大型のプレステコミュニティのところで、そこに所属すれば、レイドの日になったらレイド行きませんかっていう投稿がいっぱい来ると思うんで、そこに行きます行きますってどんどん参加すれば、8人レイド8人でやることできるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。そこに入るのが急務だと思いますね。あとは僕もクラン悪魔のクラン悪魔白瀬ゴールドっていうコミュニティを一応作って、ディビジョン2用のコミュニティ作ってますんで、よければそっちの方もご参加ください。はい、あとはそうだな、レイドの急務は今お話しした通りなんで、もうそれはそれでやっていただければいいのかなとは思うんですけども、今回オペレーションダークアワーズ新しいギアセット装備っていうのが落とすんですね。ドロップするんです。でエキゾチック武器も新しいのを落とします。あとは外見アイテム、これがレイドの中にボスが一人じゃなくて何人かいるみたいなんですよ。さまざまなボスがいて、そいつらが落とす戦利品、これの中にその新しい装備セットであったりエキゾチック武器ってあったりが手に入る、落とすんですね。なのでそいつらを倒して手に入れるのが今回の一番必要なもの
でレイド限定なんです。本当にレイド限定で、これを入手するにあたって、その、まあ、1週間に1回しか落とさないんです、その限定アイテムっていうのは。まあだいたいそのエアドロップとかそういうのも箱であったりとかも24時間後じゃないですか。それみたいで、それと同じようで、毎週のリセットが毎週になります。なのでクリアしてから1週間後にまた取れるようになります。なのでこれはもう一気に何回もレイドやって、何回も何回もやって一気に揃えるもんじゃないっていうものっていうことね。それだけは覚えておいていただければと思います。あと注意事項ですね。参加条件なんですけど、まずはワールドクラス5以上、もうしっかりワールドクラス5以上になってギアスコアが490に到達している方で、それが条件です。まあ、ね、ワールドクラス5になっていれば自然的にギアスコア、まあ、500近くなってるはずなんで、まあ、皆さんクリアしてると思うんですけども、一応そこだけ注意していただければということになります。はい。であとは、とりあえずレイドに対しての注意点はこれと、レイドのご説明は以上になります。はい。で次がですね、ここ、タイトルアップデートするに入ってクラシファイド任務っていうのがあると思います。僕もやっちゃってクールダウンしてるんですけども、これちょっと失敗して、バックパックトロフィーっていうものがあって、ホットドッグとドーナツって なぜかね食い物のバックパックトロフィーなんですけど、意味わかんないですけど、でこれがクラシファイド任務の中に落ちてるみたいなんです。普通にそこらに転がってるみたいですね。配電盤を伝っていったりとか部屋に入ったりとか、ね、でここの再開放までが1日と5時間って書いてあるじゃないですか。これクリアした直後って1日と22時間後再開放ってなっちゃうんですよ。だからまあほぼ2日後ですよね。1回適当にクリアしちゃうと2日間ここに入れなくなるんで、要するにバックパックトロフィーを取りたい方がいたら、ここのクラシファイド任務っていうのはタイトルアップデート始まってインしたらすぐにご案内されちゃうとこなんですけど、気をつけてください。このバックパックトロフィーを手に入れてからじゃないと中に入って出てっちゃダメです。クリアしちゃダメで、こっちもそうだし、ここを1個目クリアしたらここが解放されて、これ2つ目なんですよ。ここでまた新しいバックパックトロフィーが手に入る。だから合計で2つ手に入ります。そこだけ皆さんちょっと気をつけていただいた方がいいのかな。インしたてでね、やりたいってなった時にやれないって再度できないってなっちゃうんで、で見ての通り僕は取れてないです。だからサブキャラの方でちょっと取りたいなとは思ってますけど、まあ、暇だったら。でもやることが多いんですよね。ダークゾーンで装備厳選もしなきゃいけないし、であと再調整の方になりますね。再調整エリア、ここも結構昨日生放送していてご質問が多かったところなんで、せっかくなんで小話と、クラシファイド任務の方の小話と、まあ、こちらの再調整エリアの小話で、再調整エリアでできるのはまずね、前情報ではこの特性値2種類とも調整できるんじゃない、2種類あるいは特性とまあ、アクティブタレント特性タレント、そこら辺が再調整スコアが残ってる限り、これ何種類でもできるんじゃないかなっていう話だったら、それはできません。これ調整また変わる可能性ありますけど、今のところできる仕様じゃない。だから話とはちょっと違った内容が流れ実装されてるって感じになりますね。はい。で再調整特性をマックスにしてもスコアは515にはなりません。仕様が変わりました。要するにプラス15できません。で次は、イナヤ・アルカリクさんっていうこのベンダーさんが設計図を売っております。これはス
キルモッドをクラフトすることができる。要するに紫のスキルモッド、青のスキルモッドをクラフトできるようになりますんで、それを売られている状態。まだ僕買ってないですけど。なのでこれは買ってスキルマンの方であったり、スキルマンじゃなくてもマスコの低いものを装備したいって方がいたらこれやってください。で、それに伴ってスキルバッテリーなるものが手に入ります。スキルバッテリーっていうのはこちらの、まあ、スキルこのバッテリーのところに、例えばあのドローンのところにスキルバッテリー拾ったとしたら入れると、あのドローンのスキルパワーだけ上がるっていうような、まあ、電池が入れれるんですね。そしたら残った2つのモッドは、例えば800アップだとしたら、スキルパワー800アップした状態のスキルパワーで装備できるこのフレームとかが装備できるようになるというのが追加されている。でさっき購入したスキルモッドをここで作れるようにもなります。これね、ここで今まではこの、ね、あのアップデートしちゃったらこう黄色しかできなかったんですけど、それが作れるようになったっていうだけの話ですね。でもう一つすごい重要なのがプロジェクト。まあ僕一個ね、あのデイリークリアしたんですけど、ウィークリープロジェクトの方で、まあ、クラフトの設計図とかがかなり手に入ります。なのでこれはもう確定でやってください。あのウィークリープロジェクトは、ね、確定でやって、デイリープロジェクトの方も一応確定で、あのガンガンやってください。そうすることによってあの絶対に強くなるんでこれはもう絶対です、はい。一応まあ注意点です。注意点と、まあ、変更されている分、あと実はされてませんでしたっていう分があります。あと細かい仕様に関しては、あのタレントの能力が変わったとかっていうのがいろいろあるんですよ。例えばあのソコロについてるそのスポッタースキャンが武器ダメージが 10% のところが 20% に増えたりとか、まあ、そういった仕様変更もあるんで、そこだけ気をつけてビルド編成し直してみてください。あとはあのボディーアーマーとかについてるこのアーマー系がだいたい情報修正されて、ディフェンシブの方はかなり倍ぐらいに上がってますね。で面白いのが、HPパーセントアップとかアーマーパーセントアップっていうのが特性でつくようになったんで、それもまた皆さんね、ビルドを組む際の注意点としてですね。一応ちょっと話長くなって非常に申し訳なかったですけど、一応こんな感じでご報告と注意点のご説明でした。また別の動画で説明すると思うんですけども、またよろしくお願いします。ぜひぜひチャンネル登録と高評価、またあのお遊びに来てください。ではバイバイ。どうもお疲れ様でした。ここで私からのお願いです。ではチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいた後に、ベルマークの方もポチッと押してください。これでまた私とお会いできますね。ありがとうブラザー。